というわけで、今からですねここの窓を蓋します。できてきたね。しかし早いね。今年に入ってから年に入ってからの声何もしてないよな。今度はちょっと削っちゃったら恥ずかしい。どうよ。お、いい感じ。もう素晴らしくジャストフィットもうシンデレラフィット状態よこれ仕事も大丈夫やからこれは。ですよ。うん。さあ後ろの窓よ、さようなら。そうですね、これでパンツ一円になりますね。うん、これでパンツ一円になりますねよく空いてるけどな。よく空いてるけどなんかえらいきついな。これこうもっと近づくと、もっとこうな。そうやな。こういうことか。うん、これこうか。こうやな。こうこう。うん。これが小窓になる。うん。え、完璧にやったら風立ててやろうと思ったら風が吹いて倒れる。もうって、もう。なんかこれこのままこう持ってくと、これえらいここへ持ってかれるやん。こうしとかなあかんよな。そうやな。大丈夫。ここだけこれ浮かしてつけやな。ああああ。もうでも今日の仕事はもこれ。あ、それ止めやんでもええと思うよ。こっちつけたら、俺こっちつけるんやと思っとった。あ、なるほど、ね。それでその長いのは上に。ああ、分かった。ああ、やっもうこういうことやろ。そうそう。何が？なんか指示のもとやらされてるね。あの指示されるの一番嫌いやもんな。よいしょ。そうと締めようとね、回転してくるのに。よいし。よく聞きましたね。一本で上手やろ。ちょっと。こんなに二本も止める。またさ。ずれた。どうこれ、ちょっとずれてない？うん、よし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 、はい、どう違う？あー、微妙、大丈夫だな。これ、こういうことやろ。これを、そうそう、ここで、ここで、ここで切ったと。うん、ここもつけて、うん、そうすれば、愛の小窓になるやろ。見て、これ、ちゃんと見えるでしょ、ちょっと外から、はい、撮ってこうか。見える？なんとなくしか見えや。今になってこいつがやってくるとは、これなんて言うんだっけ、こいつ、スライドの子はね、スライドの子、こいつはすごいな。あのこの間のイベントの時に、S社さんがいるとか言うたで、うんうん、まだまだあるよって言って、最初からこれ買ったらどんだけ俺たち楽やったかな。シャッシャッと切れるでしょ、これだ、綺麗に切れるし。できてきた、早いよ。これすごくない？くねくねくねと折るの、もしかして。そう。これでよくない？ほら。ピッ。ほら。なるほど。でピッピッと。ピッ。あれ？ピッ。ピッ。なるほどな。そこ。ほら。なるほど。なるほど。なんかちょっと、はい、なんかの。え？ひしっとるよ。ひしっとるよ。おっちゃん、それなんか。ひしっとるよ。入らへんのと。なんか間違ってない。あれ？そう待って、これ自信満々で来たわ。いいやけど、ひしっとるよ。あ、
1センチ間違えとる。こっち短かった。もうここ1枚足したら1センチ間違えた。お茶ないとる。1センチ間違えた。アホやな俺。ドアホや。ドアホ。何で困るって。なんかそういうのがあんねや。知らん。なんか誰が言い出したんかここら。いいよ、まだいいよ。何の話なんそれ。俺打った記憶はあんまりないんやけどな。これでこれでここで一個止めて、ほら止めました、はい、そしてカチャンカチャンカチャン。お茶え、そのテープ外側の方がいいかな。お茶うちが貼ったの丸見えやで。全然入らへん。なんで。あ、それはほら曲がっとるからや。ほら こう外ではみ出とるでやろ。結局切らなあかんねん。嫌な音。楽勝じゃん。楽勝じゃん。はいよ、できた。ほんでこれここに乗っかるわけやん、こうやって。うん、こうやってさ、もうこれさ、うん、これまで開いてるけど、こうやって押さえ込んだったらあかんの。ちょっと向こうに、あ、入った。全体に左にやっといてください。ここ揃えといたら、ちょっと全然できたらこっち揃えときたら、はい、OK。 入らんな。よっしゃ。あ、よくがよっ。で、小窓の周りにあるやんな、あの細い木を打ったらかっこよくなるよな。小窓ができたよ、ちゃんとねえ。はい、小窓。はい、小窓。おお、わざわざ R にしてんやけど、ね、素晴らしい。ここまではできたと。まあ下はまた、うん、やってもやらないの。閉めてみるで。あと閉まって。大丈夫よ、外の中中から取ってみる。よっ。何かな。お、なんじゃこれ。あ、ミシって言った。どっか、うん、あれ、オッケー、ゆっくり閉めてって。当たるな。いや。いや、どこも当たってへんぞ。これは、あかん。あ、わかった。こいつのネジや。こいつが打ったところが。外れやった。うん、そこ、打ったらあかんとこやろ、きっと。やっぱその、そこ一箇所だけやったらいいけど、その下も全部。そこ、鍵、鍵、鍵の開け閉めてました。この中、開け閉めできやんよ。どれやろうな。あ、これや。動いた。今上が音がした。全然大丈夫。まだ。もう一歩行こうか。なんかあのロシアルーレットみたいな。下はそうそう。あの黒ひげ一発みたいな。なんかこれ分かんないような気がするけどな。あ、そっちが当たったか。うん。お、大丈夫。よかった、トラブったけど、なんとかなった。関係ない。あ、かすぶったな。かすかな。出してみて。でもないな。開いてる開いてる。穴があったんかな。いや違う。薄かった。あの2ミリにしたから。あ、スッと開くんや。うん。小2とか言うと。そうそう。あ、暴れた。暴れるよな。見た。丸見えやった。丸見えやった。すごい綺麗やん。あれ
当たんのしあれが引っかかんのしが、うん、でその後にドイツがおおおいいっすな全然違うねあの辺とか貼ったらもうすっきりしますねこれで安心していきますねとりあえずねこんなんで行ってんからこの間もっと偉いので行ったかな行った行った床だけで行ったかな、まあ、とりあえずベッドも板間やで、うん、延長コード持っててくださいああそうやな延長コードとそうしようでどっか照明持って行ってくださいそうしたらとりあえずあの辺挟んでそうしようできる頑張って行ってきます行ってきてください壊れやんこと祈りますはいエンジンがね車がねこれで終わったということならないようにこんだけ苦労して、はい、終了は嫌やなんでねほんまやね嫌やなここまでやって終了は嫌やなというわけでどことは言いませんが、ここまでできた途中の車で、車中泊ツアー行きたいと思います、まあ、これは前田さんとじゃなくて向こうと行きます、うん、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございましたというわけで